新しい本を流せることないです、安全なネットビジネスやりたいです。海外移住ご希望の方から安全なネットビジネス、まあ、新しいノウハウ、新しいやり方、ブルーオーシャンなどのブルーオーシャンのノウハウやり方を知りたいです。まあ、ブルーオーシャンについては結構あのネットビジネス界でも誤解があるんですけども、まあ、あのブルーオーシャンでライバルがいないってことはですね、あのその市場も小さい、ニーズがないってことになるんですよね。なので、僕はあのレッドオーシャンとブルーオーシャンの間のパープルオーシャンというふうに言うんですけども、そこそこですね、あ、ニーズがありながらですね、ニーズがある市場でありながらライバルがそこそこっていうジャンルがあるんですよね。でこのパープルオーシャンを探していく、そしてそこで、USP、具体的な差別化もですね、少しずつですね、まあ、最初はあの USP あんまりこだわりすぎなくてもいいんですけども、目の前のお客さんを大事にするってことをまず最優先にしつつですね、少しずつあなた自身の独自の強みみたいなのを出していくっていうですね、この2段構えでやっていっています。ですので、安全